帰宅部？Oh, winter is definitely coming. 運輸拠点ベリギエフ制圧の翌日、例年より早く帝国は雪に覆われ始めました。とうとう積もり始めました。まさに記録的に早い冬の到来です。ビクトールは誠に無念でしたが、 So it's just these two. Well, Maxim too, I guess. たとえユトランドが強硬に攻めてこようとも、冬将軍が味方してくれることでしょう。うん。それに貴様は冬を特に好んでおったな。ルーシの雪景色はこの世の何よりも美しい。いてつく寒さには身も心も引き締まる。いいことずくめでございますれば。では陛下、これにて失礼いたします。おお、マクシム。陛下、遅かったな。何をしていたマクシム？ビクトール殿の亡骸を見聞してまいりました。手にかけたのはアンチ・バルキリア部隊の隊長アムレート・グレンケアで間違いないかと。わかるのか？剣士の立ち筋はそのものの姿、心のありようを刻むもの、見事な人たちでした。あの男、迷いを払ったようです。貴様の迷いは晴れたか？いまだわかりません。ただこの場にて陛下に申し上げたき義があります。ほう、申してみよう。私は陛下を王のあるべき姿と見てきました。陛下の波動は強いた犠牲が生み出す恨みもそしりも全て受け止め、散った者の痛みと共に突き進む道、その道を迷いなく歩く強さに触れたからこそ、私は陛下に仕えたいと願いました。波動に迷いなき陛下において、その将もまた迷いなどあってはならない。だが私は迷ってしまった、思い至ってしまったのです。民にもまた生活があり、営みがあり、何より生きる意志があると。私はそんな民を犠牲にすることはできない。私は陛下の波動に反してしまったのです。なるほど、それが貴様の迷いであったか。陛下、何のことはない。貴様なりに王のあるべき姿に思い至った。王として目覚めただけだ。私が王？バカな。国を、民を思い描き、理想を語る、これが王でなくして何であるか。今の貴様ならば、いつぞや言った世の寝首をかくことに思い至るのではないかな。まさか。この場には世と二人きりだ。切るか。ざれ言を。私は今でも陛下への畏敬の念を持っています。そこに嘘偽りはありません。仮にこの私が王の思想に目覚めたとしても、王と王、共に歩めば良いだけのこと、そうではありませんか。違うな。
この世に世以外の王はいらぬ。波動に立つ者が二人であってはならぬ。そこに立つことができるのは一人だ。それは世を置いて他にない。陛下、貴様は世が認めた有能な男、よって世に仕えよ。世を支える良き将であれ。それ以外はいらん。マクシム、貴様に最後の機会を与える。コバロティスへ行け。世の読みではこの雪で焦るあまりセバストの砦の攻略にかかるはず。貴様はコバロティスよりユトランド軍を背後から叩くのだ。はっ。世を失望させるな、マクシム。貴様を選んだ世の選択、間違いとしてくれるなよ。Oh, back to the Valkyria. Oh, they're talking again. お前がアムレートと呼ぶ人間、あの人間はお前のなんだ。我が子です。あの子があなたを。私を止めてくれます。子に殺されたいと、それがお前の望みか。我が子、お、ジュン。ベリギエフ制圧の知らせはユトランド国民にとって新たな福音となり、多くの国民に戦争続行への覚悟を問うものともなりました。その折を見てバジルはフリートが掴んだ財界の大立て者たちのスキャンダルを武器に直接交渉へと乗り出しました。デイン、意識を誘導して彼とスレイマンを非難の対象としていることに対し、攻撃の手を緩めるよう揺さぶりをかけたのです。じゃあこれでお互い恨みっこなしってことでよろしく頼むわ。あなた方におかしな動きが見えたら僕はすぐに記事にします。今は告発はせずにおきますが、すべて終わったとは思わないように。一度公になったが最後、ユトランド国民をなめない方がいいですよ。この戦争であなた方もよく分かったはずです。まあまあそんな顔しなさんな。今後も商売上はいい関係のままでいましょうや。これまで通りね。Oh, and of course Ophelia is there. デリゲーフを抑えたここからが正念場です。しかし例年より冷え込みがきついとは思っていましたが、まさか本当に雪が降るとは誤算でした。やばいよな。いつもなら1ヶ月は先だぞ。王宮でも戦争はどうなるのかと不安の声が上がっています。これは皆さんにも想定外なのです。ですが、ここで停戦しては帝国の復活を招きます。今軍備を立て直されて春を迎えられても、ユートランドに勝ち目はない。突き進むほかありません。どうやって？私は以前、冬が来る前に決着をつけると言い続けてきました。しかしそれは叶うことなく、こうして冬の季節を迎えてしまいました。ですから、この逆境を利用することを提案します。逆境を利用？今年の冬はかなり、いや異常と言っていいほど早い。北ルーシー一帯はすでに積雪しているでしょう。
彼らにとって雪は味方。しかしそのおごりこそが我々が狙うべきポイントとなります。君も随分と柔軟になったもんだ。あんなにスケジュールがどうのこうの言ってたのに、雪でここまでスケジュール変更をするとはね。王女様の覚悟が変えたというところかな。おお、戻ったか。こんばんは。Violet's back。王女様、馴染んでますね。ベリギエフを落としたことで列強が動き出したの。おさら気味だったユトランドが息を吹き返したことで無視できなくなったのよ。あのブリタニアに対しての3日間の交渉以来、スレイマンのおかげで牽制できていたんだけど、ここまでルーシーを押してくるようになって信用しきれなくなったのね。自分たちをいかに守るかにかけてはずる賢く立ち回る連中だからな。ユトランドに対してもプレッシャーをかけたいということだろう。と同時にルーシーにも働きかけてるの。例年より早い冬がその動きを加速させてるのね。戦争を終わらせてルーシーを解体してはどうかと。解体。へえ。列強はユトランドの侵略を攻め立てようとしている動きがあるの。ルーシーとユトランド双方にこの混乱の責任を取らせるために、一方は解体、一方にはまた場合によっては列強による武力介入さえ引き起こす可能性もある。漁夫の利だな。歴史上は一番偉いのは仲裁した列強って書かれるパターンだ。どこもこの記録的に早い雪がいろんな思惑を動かしてるのは間違いないわ。じゃあここでこれからの戦略を整理した。俺たちが目標とするのはここ、帝国の砦セバストだ。要衝ですね。ここを落とせば帝国の首都ザントベルクは目前です。ルーシ帝国は冬の到来によって油断しているはず。その隙をつくのです。コバロティスはどうする？ルーシの出方次第だな。進軍中に襲ってくるようであれば迎撃する。だがあくまで目標は最速でのセバスト攻略だ。バルキュリアはどうする？進軍中に来られたら厄介だぞ。あ、それなら大丈夫かも。さっき言った通り列強が動き出したから。列強の牽制に向かわせると。だとしてもさすがにセバスト戦には投入してくるよね。おそらくそうなるだろう。砦とバルキュリアが揃うとなるとさすがに厳しい。引き離しておきたいね。昼間のうちにセバストを攻略するほかないでしょ。一日で落ちると思うか。相当な賭けだぞ。でも仕掛けるなら今しかないと思う。夏の今なら日が長い、つまりバルキュリアが出現する夜までの時間が長いってこと。ましてユトランドよりずっと北にあるセバストならより日の長さを期待できるはずよ。なるほど。わずかでも攻略に使える時間が稼げるというわけか。散々頭を悩ませてきた異常気象がここで役立つとは。ならばここで一気にケリをつけるべきだ。セバストが落ちればテートは目の前、皇帝はバルキュリアを投入してくるだろう。セバストを落としバルキュリアを倒しテートへ一気に攻め込む。これしかない。自信ありげだな。何か考えがあるな。ああ、ずっと考えていたんだが、これまでバジルが用意してくれたラグナイト武器、それにオフィリアの歌が有効なことが分かっている。だがもう一つ決め手が欲しかった。決め手？日の光だ。それをどう利用すればいいか考えていた。奴を日の光の中へ引きずり出す。夜明け後も戦場にとどめ、日の光を浴びせながら戦い、奴にとどめを刺すんだ。できるかな。こちらも相当な消耗戦を覚悟しなければならないぞ。そうだ。問題は2つ。奴との戦闘を夜明けまで長引かせるにしても戦い続ける時間には限度がある。だから戦闘開始時刻をなるべく夜明け近くまで遅らせたい。もう一つ。夜明けと共に消えるバルキュリアをどうやって足止めするかだ。
つ目の問題はクリアできそうだ。俺とバイオレットでな。というと、決戦の日に列強が帝国に攻撃せざるを得ないよう交渉を仕掛けてやるのさ。じゃあ私はそのために情報を集めるわ。大仕事だからバイオレットとマルガリータ両方のパイプを駆使しなきゃね。頼む、二人とも。任せろ。セバストトリデの防衛どころじゃない。バルキリアを投入せざるを得ない状況を起こして、バイオレットの情報と俺の交渉でな。お、久しぶりに見たな、スレイマンの悪い顔。そいつはどうも。それから大事な点をもう一つ。その攻撃は夜襲でなければならない。バルキリアが投入される直前に仕掛けないといけないからな。なるほど、それで夜襲か。二つ目の問題については私に考えがあります。国民の力を借りてはどうでしょうか。国民の？ええ、この前王宮前広場で歌った時、私の歌に合わせて国民も歌ってくれました。すると私の体と心にとても強い力が湧き上がるのを感じたのです。今なら理解できます。あれは儒家の力が高まっていたのです。歌えば歌うほど私は熱くなりました。手応えを感じたのです。歌を力にはできませんか。国民すべての思いを歌に乗せてバルキュリアにぶつけましょう。きっと大きな力になるはずです。歌か。確かにあの時俺も言い知れようのない何かを感じてはいた。それは儒家か。明確な根拠はありませんが、でも今までバルキュリアは私の歌に反応してきました。必ず効果があると思うのです。俺はその提案にかける。本隊の兵士たちにも歌ってもらおう。やる価値はあるな。儒家の効果を高めるか。ならこういう手はどうだ。ラグナイトを手に歌う。ラグナイト同士が共鳴し合えば歌の力が高まるはずだ。国民総動員で大合唱となりゃとてつもない力になるぜ。おほう。王女様に歌を届けるので国境を越えて。そういうこと。よし、僕は国民全員に歌ってもらえるような、自分の意思で歌いたくなるような記事を書く。一世一代の劇文に仕上げてみせるさ。おっと、ラグナイト製品を持ってくるようにって書いといてくれよ。受講業品、装飾品、何でもいいからさ。俺の方でも準備しておくよ。とにかくそいつを持って夜明けに全員で大合唱だ。うん、やれる。ああ、ありがとう、皆さん。動いてる。え？セバストの戦い、ユトランドとルーシ帝国、事実上の最終決戦です。戦史では皇帝がバルキュリア投入のタイミングを誤ったため帝国は敗北したことになっています。しかしその舞台裏ではまたしても滞在人たちの暗躍があったのですね。ええ、オフィリア姫を仲間に加え再び結束した滞在人たちの絆は以前にも増して強まっていました。もはや彼らに恐れるものは何もなかった。復讐の先に確かな未来を描いていたのだから。しかし彼らの未来は。Oh, and then we have to continue from here. All right. Well then.I'm probably going to go ahead and end the video here. We didn't do any gameplay, but a lot of
a lot of cutscenes, and yeah, it does look like the traitors are getting stronger. But anyways, thanks for watching, guys. Hope you guys enjoyed, and I'll see you guys in the next one. Laters.